以上が私が御社を志望した理由です。素晴らしいですね。ありがとうございます。続いての質問なのですが。はい。あなたが考える弊社の強みはどういったところだと思いますかはい。何のためらいもなく他社製品のパクリみたいな商品を出せるところだと思います。いやなんかさ、もう最近も好きとか何かわかんなくなっちゃってさ、もうね、彼女欲しいんだよ。彼女欲しいんだけどもわかんなくてさ、だからね、もはやね、俺に好意を持ってくれる人全員好きになっちゃうの うんまっあーじゃあ私そろそろ帰るねえマジでいや無理っしょもう終電とかないってあと30分ぐらいあるよいや無理じゃんじゃあこっからも三30分弱かかるでしょだってえ五5分で着くじゃんいや無理だよめちゃめちゃ信号止まるもんあそこ赤信号めっちゃあるからさ無理無理絶対無理間に合わないからマジで終電間に合わないマジで、うん、終電もうないよもうないないないもう行っちゃってるから、うん、今日は早い巻いてるって終電うん か、私終電なくなっちゃったんだけどおマジかそっかそっかしたら俺終電だから帰るわお前さ<ん>今日全然飲んでなくねいやちょっとさ明日までのレポートあって今日控えめがいいかなと思ってさうわノリ悪い,いやノリ悪いとかじゃなくていやマジきちいのマジであうーまっじゃあそろそろ帰るか 何言ってんのえまだ全然飲んでねえじゃんまだまだ行くっしょえでもレポートやばいんじゃないのいやお前さレポートは後でもできるけど今は今しかねえからいやマジ最悪なんだけどいやシャンプー忘れちゃってさ宿のなんかシャンプー使ったらまじ髪ぎシしぎちめちゃめちゃキーキー言うんだけどな謎のブランドなんだろうねあれマジでえでお前何お前シャンプー持ってきてたの言えよマジちょっと借りてもいいもう一回フライってくるわ では続いて自分の強みを教えてくださいはい、えー、正直いろいろ考えてきたのですが自分の強み大した強みがないなと思いまして逆に強みがないところが強みだと感じておりますそうですか語学力はどのような感じでしょうかはい一応留学しておりましたので日本語スペイン語英語の三角語はしゃべれますなるほど課外活動は何かやってましたかはい200人規模のサークルで幹事長をやっておりましたえー学校の成績は主席です ウィス、お疲れ。ス。あれまだ先生来てない。よかったー。うわ、焦ったわー。時間過ぎちゃってたから、マジ焦ったわ。よかったー。てかさ、あいつらさ、学生の直に厳しい割にさ、平気で直刻するよな。いや、まぁ、あ、こっち的にありがたいんだけどな。てか、お前、家近い割に遅れすぎじゃねいや、近くないよ。徒歩2分だよ。めっちゃ近いじゃん。なんでそんな遅れんのいや、違うんだってこれ、近すぎると、逆に送りやすくなっちゃうの。